はい、皆さんこんばんは、健太です。お元気ですか？日本は今深夜だと思いますが撮っています。久しぶりのテーマになりましたが、話そうと思います。今日のテーマは叶えるについて話していこうと思います。イギリスに来て約1週間経ちました。1週間経っていろんなことを感じて、今日から仕事が始まって、こんなことをシェアしようと思います。叶えるってテーマだけど、まずはやりたいことを明確にすることの大切さ、そして叶えたいなら言い続けようっていうことを大事にしようっていう話をしようと思います。なんでイギリスに来たかっていうと、まずはワーホリのビザが抽選で当たったから来てます、ここに。でもっと世界を知りたいって思ったのと、こうヨーロッパはこの長期滞在するのが初めてじゃなくて、普通にヨーロッパが初めてなのに長期滞在できてます。いろいろ文化の違いとかもあるけど、まあ、ロンドンは東京とあんま変わんない感じがします。でこの1週間はすごい凄まじく、いろんなところに行ったり、顔出したり、ランゲージエクスチェンジ行ったり、仕事の面接受けたり、いろいろしました。このイギリス行きを決めたのは去年の7月ぐらいで、まあそこからだいたいお金ちょっと貯めたりいろいろしたんですけど、まあ特に普通の準備しかしてないんです。でこのまあワーホリってあんま考えてなくて、この旅に出た理由としては、こう世界の見聞を広めて、日本語が通じないところで仕事をしてお金をもらうってことをちょっと体験してみたいなって思ったのが一番最初だったので、それを体験しに来てます。あとは世界のヨガを通じて、もっと自分のヨガのプラクティスをしたいと思って来ました。で1個目の異文化でお金を稼ぐってことなんだけど、なんかすごいこっちに来て思うのは、日本で働いてる外国人の人にすごいリスペクトを持つようになりました。なんでかっていうと、こっちは英語が第一言語だし、日本語なんて基本通じないし、英語めちゃくちゃ早い中でこう仕事をしなきゃいけないっていう場面があると思うんですけど、そこでお金をもらうってすごい大変なこと、仕事すらもらえない人もいる中で、こういう風に1週間で仕事が決まっていろいろできるっていうのはすごい感謝なので、こう苦しい中でも楽しもうと思います。で2個目のヨガ留学っていうのが、こう東京でヨガインストラクターをしていた時にやっぱ思ったのが、世界のヨガをもっと知らなきゃいけないなって思いました。東京の中でやってるのももちろんすごい学びになるんだけど、こう世界でヨガが普及してるそのスタジオを見て、どんな風に普及させてるのかとかを見る必要があるなって思ったので、今見に来てます。で実際こう3つぐらいかな、ヨガスタジオに行って、1個めちゃくちゃ行きたいなってところが、まあ、何個かあるんですけど、まあ、そこをちょっと深掘りしていこうかなって思う2年になってます。でここにメンズヨガのこう人口も普及させたいし、日本全国にヨガ人口を増やして、ゆくゆくはメンタルヘルスに関われるような仕事をしていきたいと思っていますって感じで、1週間話したんですけど、まあ、そうですね、明日も8時から朝の8時から仕事があって、明後日も8時で、明後日が12時半からあるんですけど、もう毎日本当に今日1日目だったんだけど、すごい最初はやっぱ全部座学だったので、目に食らっちゃったところも分かんない単語ばっかだし、英語早い、イギリスに住んでるイギリスの人と今お仕事してるのでもう全く分かんなかったんだけど、まあ、実際フロアに出てみて、お客さんゲストと話したりとか、あとはフロアの中でのコミュニケーションを取るってことがすごい楽しいなって今日の後半思えたので、なんかそれをもうちょっとブラッシュアップして、毎日1単語でも多くの、なんていうの、
英単語を持って帰れるように頑張りたいと思ってます。そんな感じで、まあ、ここ日本じゃないけど日本人の魂を忘れないことも大事かもしれないけど、まずはここに従っていろいろ試していきたいなって思ってます。あとはそうだな、まあ、とにかく英語力とかじゃなくて目の前のことを大事に楽しむってことを絶対に忘れずにいきたいと思ってます。それではまた来週報告します。バイバイ。皆さんこんにちは、健太です。今日はイギリスで働く初日なんですけど、まあもちろん全部英語環境だし、わかんない単語いっぱいあるけどなんとかやってます。これからワーキングホリデーに挑戦したい皆さん、英語力がなくて迷ってる皆さん、ここに英語力ゼロでこう海外に行ってる自分がいますので、なんかそれの後押しになれるように頑張りたいと思います。すごい心折れそうだし、何言ってるかは大体わかるけどわかんないことの方が多いから、その中でどう自分のモチベーションを保つのかっていうのがこれからの課題になってくると思います。今は休憩時間だけど、こうして外の公園でちょっと寒いけど息抜きをして、このあと3時間半あとやって今日は終わり、あと今日含めたら4日間今週あるわけで、トレーニングで、で来週はすごい忙しいウィークになるみたいなので、ちょっと頑張っていきたいと思います。でも頑張りすぎずに楽しんでいきましょう。